なるべく上からの操作だけで、この足首だけで動かしちゃうとうまく動けないです。なるほど、股関節から下ろしてあげる。こんにちは、動作改善アカデミーの須永です。今回はカットインにおける足の使い方、こちらを解説していきたいと思います。特にですね、今回はかかとに注目して解説していきたいと思いますので、今なかなか相手を抜けないとか、自分が思ったようにカットインできないな、悩んでいる方はですね、最後までご覧になっていただければ、今より格段にカットインのキレが上がってくるはずです。では早速やっていってみましょう。はい、では早速やっていきたいと思います。で、今回またちょっとお手伝いお願いしたいと思います。よろしくお願いします、はい。で、今回ですね、カットインの時に足の踏み方、特にかかとの使い方が大事になってくるので、それをちょっと解説をしていきたいと思います。はい、はい、でですね、早速ではちょっとカットインの動き、はい、ちょっと実際にやってみましょうか。はい、じゃあ、早速ですね、実際にカットインと、やっと見てもらいたいと思いますので、お願いします。はい、ここですね、はい、この時の、この後ろ足の踏み方、蹴り方ではなく踏み方と表現させていただいてますが、ここの足の使い方が今回解説したいところになります。はい、はい、でちょっと戻ります、はい。はい、で、このカットインの時、多くの選手がまだ結構この後ろ足を蹴るっていう意識の選手が結構多いと思うんです。はい、つま先でこう蹴るんじゃないんですかって質問はね、結構いただきます。まあ、それでももちろん進みはするんですけど、思ったよりスピード出ないんですよね。はい、特にこの膝から下の力みが強い人がこう蹴ろうとすると、まっすぐ行くっていうよりはちょっと上に跳ね上がっちゃうんですよ。ここからビヨンってなっちゃうんですね。で、そうするとカットインのスピードが思ったより出ない、距離が稼げない、で相手に取られちゃうっていうケースがすごい多いです。なのでここの足の使い方で、今回は特にそのかかとでこのカットインの軌道を作っていくというのをちょっと解説していきたいと思います。で、今の、こう足の操作、かかとを使うとお伝えしたと思うんですけど、かかとの使い方、かかとを踏むとちょっと表現しています。かかとを踏む、まあこういうとかかとに重心をついてこう踏まるんですかみたいな話がね、はい、結構よく聞かれるんですけど、そうではないです。うん、で、どうやるかっていうと、足を浮かせた状態でもいいし、まあベタ足でも正直動けます。このかかとを下にふっと踏むことで前に体を進ませるっていう使い方があるんです。で、皆さんおそらくちょっとかかとを浮かしていると思うので、その使い方をちょっと段階に分けてちょっと解説していきたいと思います。まずそのかかとの踏み方からちょっと練習していきたいと思います。はい、で、まずそのかかとの踏み方の練習として、このまっすぐ立った状態でつま先を上げてほしいんです。はい、そうすると自然とかかとが残りますよね。はい、これちょっとまずやってみましょうか。はい、つま先をグッと上げてみてください。ちょっと上がりましたね、今ね。で、この上がった状態で今かかとで立ってますね。はい、これだとねちょっと NG なんです。これなぜかっていうと、つま先上げてかかとに移りますよね、動きが。かかつま先上げると先にかかとに体重が乗る方が多い。これだと前に進まないんです。そうすると要は重心もかかと、つま先を上げると同時にかかとの方にこう一緒になって動いちゃう。そうじゃなくて、重心の位置はこのまっすぐ立っている状態のまま、このまままっすぐ立った状態キープして、その重心は動かさないままつま先だけ上げようとしてみます。すると自然と前に進むはずなんです。立ったままつま先だけ、そう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 、これです。で、これがまずかかとを踏むっていうこと、うん、で、これどういうことかっていう、これ棒が人間だと思ってください。重心の位置がまあ、まっすぐで見えますね、これで。接地面がまっすぐ揃っていれば立っている状態です。はい、これだったらまあ進まないですね、バランスが取れている状態で。この時につま先を上げている状態、要はかかとを踏む状態を自主的に作ると、でもかかとだけ残るんで接地面が後ろにずれます。するとどうなるんですか前に倒れますか。はい、こういうことです。要は重心の位置とこの接地面がずれると、そっちの方向と逆の方向に物体は倒れるようになります。まあ、これ物理の話ですね。これが逆に、要は今かかとで立ってしまった人はこれがそのままこう移動しただけです。よいしょ、これだと物は進まないですから、この重心の位置はそのまま残しておいてあげて、設置しているところだけちょっと後ろにずらしてあげると前に進む。これはバランスを自分で崩してあげることで、自分で動くことが勝手に倒れるようにできる。そうです、そうです。この自分でバランスを崩すってところはまずミソですね。これがまずかかとを踏むっていう、だから重心をその場に留めたままかかとが踏めるようになるかが、次のステップに進むためのすごい大事な要素になってくるので、はい、これをまずちょっと練習してみてください。じゃあ今のかかとを踏む動きを使ってちょっと実際に動いてみたいと思います。じゃあまずこのカットインの体勢になりますね。この体勢で最初はベタ足です。
足がしっかりついた状態で構わないので、そこでかかとを右足のかかとだけポッて踏んでいく。じゃあつま先を上げるまでいかなくてもいいので、つま先浮かすんではなく、股関節からかかとに向けてポンと体重をちょっと移したい。すると最初は慣れなければ、疑似的にやるんじゃなくて、本当に上げちゃってもいいです。最初は慣れなければそれが勝手にポンって動くんで、それがカットインの指導の動きにつながるわけです。なるほど。はい、ちょっとやってみましょうか。はい、立った状態で進みたい方向と逆の足のかかとの方に股関節で下に向けてポンと踏んであげる。そうですね、今指導しましたね。勝手に体が倒れていくはずなんで、踏んであげれば、これがまず最初にやってほしい、かかとを踏んで動く。これはベタ足です。最初はベタ足から練習しましょう。そっちの方が多分やりやすいと思います、はい、はい、できれば踏んだ動きがそのまま倒れる動きでカットインの動きにつながるよって感じですね。確かにめっちゃスムーズ、スムーズですよね、はい、要は自分で倒れてるだけですからね、うん、これがまず最初のカットインの動き、ベタ足の状態からかかとを踏んで自分のバランス崩して動くっていう動きですね、はい、じゃあ次のステップいきましょう。で、実際に動くときって、まあ、もちろん今みたいにベタ足でも全然僕はいいかなと思うんですけど、多くの選手がやっぱりもうすでにかかとを浮かせて動く習慣が多分ついてると思うんですよ。だから多分自然と浮いてると思うんですよ、ちょっとでも。で、そうなるとかかと踏むってどうやるのって思いません、はい、だから正直やることは一緒です。浮かした状態でも踏んじゃいます。はい、浮かした状態でも同じようにかかとを踏んじゃえば動くんですけど、はい、はい、その時の重心の乗せる位置だったりとかっていうのがまた大事になってくるんで、ちょっとチェックしましょう。はい、で、まずこのちょっと浮かしてる状態、かかとを浮かしてる状態でどこに重心乗せてるかがすごい大事なんですよ。はい、どこに乗ってます、どこに重心が乗っかってるような感じ、はい、ああ、素晴らしい素晴らしい、そういうことです。そうなんですよ。で、今指していただいたのが母子球なんていうんですけど、要は手で言えばここのラインですね。この骨の出っ張りのこのライン、足の裏で言えばちょうど母子球からなる横のラインに重心を乗っける。つまりつま先まで乗っけちゃうとちょっと動きづらいんです。体重乗っけたところで力をずっと操作するっていうのはなかなか難しいので、母子球のこの横のラインに重心を乗っけてあげると、次のこのかかとを踏むという動きがそのまま動きにつながります。はい、はい、ちょっとだから前まで行き過ぎない、ちょっと前がかりになっちゃいますので、これで自分でブレーキかけちゃいますから、あくまでこのニュートラルな姿勢からちょっとだけ前に倒すと、綺麗にかかとだけ浮いてちょっと前に進みやすい体勢が作れますから。で、この位置でちょっとかかと浮いてますよね。ではこういう状態です。で、ここの浮いた状態、ここの位置からかかとを下に下げる。すると、まずはグッと踏むことで地面反力が生まれます。はい、すると、ここのさっき言った母子球のこのライン、母子球のこのラインで跳ね返ってくるんで、自然と指先から跳ね返りが出てきます。これがまず一つ。もう一つは、ポンと踏むことで、今度はこっちのアキレス腱の方の反射が生まれる。すると、踏まれた勢いから逆に、グッと上に持ち上げる力が生まれるので、ポンと縮こまるんですね。グッと急に伸ばされたのでパンと弾かれます。では2箇所から弾かれるイメージに、はい、はい、なので重心のまず置く位置と、この踏むっていうこと、これを要は足先でグッとやるだけだと、ただ足がパタパタするだけで、さっきのかかとで立ってしまうというような同じような現象が起きちゃう。あくまで母子球のラインに体重を預けてもらって、かかとを下に下ろして、このかかとを下ろすのをなるべく上からの操作だけで、思いっきりこの足首だけで動かしちゃうとうまく動けない、うん、股関節から下ろしてあげる。かかとを踏むんですけど、操作の大元は股関節のこういう動きがちっちゃく動いてると思ってもらったわけですね。そうです、そうです。そうすると自然と足の反射がパンと引き出されるんで、楽に動き出せますから、それを使うとポンと楽に動き出しが作れると思いますので、はい、ちょっと実際にやってみてもらいましょうか。はい、そこからそう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 、バッチリ、さすが、うまいですね今の感じ、はい、うん、全然最初やった時より、うん、無駄な、なんかそうですね、うまくできてます、はい、正直今ね、テイクワンなんですよ。ぶっつけ本番でねやってもらって、今はスムーズできたんで、さすがですね。ここで変な力入れちゃうと、逆にその跳ね返る力を殺してしまうので、なるべく軽くポンポンって弾くような感じですね。このぐらいのイメージで踏んであげて、力をうまく利用してあげる、自分で作るんじゃなくて作ってあげると、自然とそっち方向に進むような体の反射が引き起こされます。楽な動きの作り方ができるはずです。これがカットインスムーズに
動くためのかかとの使い方、かかとを踏むっていうのをちょっと細かく、はい、説明してもらいました、はい、どうでした？面白いですね。全然違います。やばいですね、はい、これができればもうつま先でつける人なんて全然ないですから、はい、で逆に、このやり方の方が足の負担も少ないですからね、ぜひちょっと使ってやってみてもらいたいと思います、はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。かかとを踏むってなかなか耳馴染みないですし、動き方としてもなかなか慣れない動きだと思うんですが、今より確実ですね、動きやすくなるはずですから、ちょっと継続して練習してみてください。ただこのかかとを踏む動き、大前提があります。この大前提は姿勢です。普段の生活で姿勢が悪い選手はなかなかこのかかとを踏む動きってね、難しいんですよ。なので日々の生活の姿勢から練習をしているつもりでちょっとやってもらえるといいですね。姿勢がカットインを作ると言っても過言ではないです。ただこの姿勢の合わせ方、なかなかこう日々の猫背が治らないよって悩んでる方ですね、概要欄の公式 LINE からぜひご相談ください。しっかりお答えさせていただきます。僕はもう姿勢のスペシャリストですからね、しっかり今の姿勢が治るようなアドバイスをしていきたいと思いますので、よかったらご相談ください。で今回はこちらで、ありがとうございました。